演舞開演。どうも、本日はこちら、ローソンのもちもちカスタードパイを食べたいと思います。前回の動画でベーコンブレッドパイを食べたので、こっちはもう確定ですね。ではいただきます。うん、君がデザートだったってことはね、もちもちという名前の通り、ベーコンポテトパイのサクサクした食感とはまた違ったもっちりとした、まるでお餅を食べているかのような生地でした。それを噛みしめると中から濃厚なカスタードが口中に広がって、もっちりとした食感とともに程よい噛み応えを与えてくれて美味しかったです。カスタードを堪能したい方にもおすすめですね。別のクリームも食べてみたくなる、そんなパイ生地でした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。